数多くの YouTuber がいる中、 YouTube の頂点に立つため一つ屋根の下で暮らす2人、その名は少年カリキュラ。徐々に知名度を伸ばし、スタートラインに立つため100万人を目指している。これはそんな2人が最強のコンビ YouTuber になるまでの物語である。え、ちょっと待って、今の誰？あーちゃん選手は少年カリキュラのさだめ。 LINE の言葉使ってない単語ない説ということで、もうね、我々の生活には欠かせないもう LINE ですよ。日本人は最高ツールだね。本当、締め日あるって話？ないね。ない。LINE しない、ない。ないんでしょ？はい。まあそんなにね、日々毎日 LINE してて、もう僕らはもう何年も同じアカウント使ってますと。消しないよね。俺 LINE 消さないで。消さないでしょ？いるけどね、メヘラ。あ、うちの妹は消すタイプ。いや、消すタイプもいるやんな。人間関係リセットって。まあね、我々のね、トーク履歴が残ってるって前提で、いろんな人と話した言葉。うん。ない言葉ないんじゃね。ない言葉ないっていうのはない言葉で、例えばマジでって言ってるわ。言ってるでしょ。言ってるわ。それどんな時に使った？びっくりした時。でも見る文脈覚えてる。いや、ちょっと見てみる。マジで、マジで多い。なんとかなんとかなんとか、マジでなのか、マジでなのか、いろいろあるやん。リクと俺39件もマジで使ってるやん。嘘でしょ、はい、これ見てください。まあ、こっからかな。お母さん、お母さんです。お昼ご飯食べないで寝てたからお腹すいた、栄養つけて今日は早く寝なさい。優しいやん。とんかつ食べようかな、時間大丈夫だったら。食べな、食べすぎた、マジで。これからターが帰ってくる、いいな、俺も帰りたい。マジでおバカさん。ターは弟なんだけど、うん、マジでおバカさん。マジでおバカさんでしょ。飲みすぎた、マジで。そんな感じでね、まあ、いろんなワードをこうやって添削かけて、うん、なんかいろいろありますよ、うん、なんだろうかね、なんか地獄とか、うん、地獄って言ったら地獄調べたらできなきゃ。だから後でやろうか、うん、まあ、トルコとか、うん、まあ、フランスとか言ってるかもしれないんで、まあ、そんな気になるワードについて検索して、うん、その文脈をね、ちょっと振り返っていこうかな。これみんなもできるんでね、そうやってやってみてください。いや、おもろいよね、おもろい絶対。それではやっていきましょう。レッツ LINE の検索。はい、ということで、じゃらじゃら、うるさいな。かっこいいと思ってつけた。これうるさい。ということで、金属、金属、金属からする。え、ない、よあるしかない。え、俺逆に金属がないから、やばい、企画やばいと思って。4件しかない。俺はね、これは親友ですね。そう、キロマ。俺じゃなくてね。俺じゃなくて、いや、もうリクと出会う前からの長い、いや、長いの、長い付き合いのね、親友がいるんですよ、僕には。マサっていうね、うん、おもろい話はしてないね。だってのマサ君ね、うん、シルバーって金属アレルギー出る？出ないよ。ピアスもネックレスも多分出ないと思う。いや、わからん。汗で精度が酸化してって話だから大丈夫だと思うけど。そうなんだ、金属アレルギーだったん？いや、でもこれ恐ろしいよ。2018年2月4日4年前だよ。ここで初めて知ったんだね。うん、だって俺金属なかったから、まずこの説でまずもう終わりなんだよ。いや、でも俺はあったじゃん。まあまあ、でも2人でやったんですよ。2人でやった。さっき言ってたじゃん、地獄です。地獄行こうか。え、だって地獄っていう時って結構ヤバい状況じゃない？35件、うん、あ、ディートのやつ。俺20件あったわ。20件もあった。あ、俺のが多いのか。この上からだな、こっからでいい。そう、君のやつね、君との LINE ね。写真見せてほしい。それ、歯のやつじゃない？ソニーのやつでしょ、写真。サンキュー、ありがたいけど、地獄。これいつ？これ意味わかんないでしょ。これは俺が前の会社で、うん、なんかヘッドホンを持ってこないといけないって言ってたんだけど、うん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 、ヘッドホンのカバーは俺のソニーのやつ、うん、で、中はその会社のヘッドホン。あー、カバーがソニーのやつって言ってた。そう、あー、そういうことだ。で、うん、それを、うん、その忘れたわけですよ、俺仕事中に、うんうん、で、俺はここの家にも住んでたから、うん、家にあったら最悪だと、うん、それ電車の中で気づいたのかな、うん、確かに、うん、で、会社に忘れてるか、うん、家に忘れてるかと、うん、さだめくんに会って、うん、あるよって言われたらもう終わり、うん、ないよって言われたら最高、うん、で見たら、うん、いや、あるよって言って、うん、歯のやつじゃないなって言ったら似たようなやつがあったから、うん、そっちじゃないよなと思って写真が送られてきたら、うん、もうそれで地獄って怒られたって。その日ちゃんと怒られました。終わったって感じ。ちゃんと地獄だった。もう使えないもんね、その日。使えない。もう、まあ、俺なんかね、Dとの会話とかかな。ここからいきますか。3ヶ月チョコパイ、後半ほぼテロップ手つかず、なるべく短くして11分聞いてみる。具体的に何時？地獄やんけ、わらわらわら。14時とかまでいてくれるとありがてえ。ワンチャン明日アート引っ越しセンターの見積もり出すから、その額次第で引っ越し業者入れる感じ。5万を3人でやって、超えた額は陸負担。ここに
落ちた時のやつやんな。君あんま地獄そうに思ってないじゃん。わらわらわら言って。いやこれ地獄やんけってなんだろうかな。いやおそらく、うん、その三角チョコバの動画、うん、やったじゃん。昔のさ、そのリクの家の時で撮った時に三角賞バイオするかやったね。やった時に確か D も編集、 D が前半編集してやってた。でそれを俺引き継いでっていう編集をしてたんだよ。全然やってないってこと。全然やってなかった。それは地獄やんけ。いや、やってなくて地獄やんけって。なるほどね。だと思う。いや、おもろくなってきた。地獄もあるもんだな。地獄言ってるね。地獄の次はじゃ天国は。天国言うか。天国って言う。地獄ってさ、言うけど言ってますわ。でも多分あなたも検索結果一緒よ。ある。なぜかというと、うん、俺と D のグループ、俺とその3人のグループ、うん、俺 D リクの3人のグループとあなただけの、あら、だったら俺たちの方で天国って。え、待って、じゃあ俺その一件で実は知ってるのそう、さっきここ見たら、あーそうね、そう使うのねっていう感じ。そう、うん、じゃあここでね、うん、さっきもうサンキュー、ありがたいけど地獄、はぁ、あ、職場に忘れてるなら天国だった。そうなんよ。やんなそれなのよ。いや、そうね、そう、地獄使った時にあなたがしっかり天国って回収してた。うん、そうなのよ。でもね、2個目の3人のグループのやつはめっちゃね、何、うん、いいよ。そこかよ。わらわら、楽しんでくれたの嬉しいね。そうだね、これから天国か地獄か29日間頑張りましょう。これね、うん、水溜りさんのそうだね、1本目の動画を、うん、誰かに見てもらって、うん、やってた時だね、うん、で29日間だ、多分これもスタートしてる日だよね、うん、ここでも、ま、地獄も使ってんだね天国か地獄、天国と地獄がセットだね。結局天国でした。あ、そうだ、天国、天国だね。いや、おもろいな。あるね、おもろい。次、 YouTube めっちゃあるけど俺ら以外で、あ、俺ら以外で、だからカリグラチーム以外で YouTube。 YouTube ってカタカナ、それともあの YouTube は英語。あー、どうしようかね。カタカナでいく、カタカナでいく。俺ない気がする、カタカナだと。いや、俺4件元カノです、うん、それもおもろいよ、うん、メンバーがいません。あっってなってますよもう俺がいつも言ってんじゃん、うん、メンヘラ彼女と付き合ってる、ね、付き合ってるって。じゃあここから行くか、これ読むのまずいほんまに全然、これ何年前、2010全然か、もう大学2年生、2010何年、あの頃か、君は大学来なかった。たまえたまうよ、わらわら、ついた、たまえ、まだつかないよ、電車で勉強してる、テスト行けそう、もう寂しいから YouTube 見てくるからな、もう LINE 早く記録つけないからな、ごめんって、わらわら、なんだこれ何を忘れてんだよ。恥ずかしい、恥ずかしいよ。構え、構うよ。いや、これは楽しかったね、多分超楽しいよ。楽しかった。今じゃあ君が YouTube 見られる側になってるとは。そうだね、もうだって YouTube 見てくるからなって、今俺が出てるからね。お前な、な、すごいな。でリクなかったか。これあったよ。あった、あった、おかんがあったよ。わあ、なんか良さそうな文章じゃない？俺がめちゃくちゃお母さんと LINE してることがバレるわ。いつ？え、いつなんだろう。2020だから2年前な。ご飯の写真、ご飯の写真。うん。うまい。やばい。ご意欲。よかったね、ニコ。今日の YouTube 見たよ。疲れてんじゃん、まだ。フォロー入ってくる。見てるの、あなた。YouTube じゃないじゃん。あやとネットフリックスでハイアンドロー見てるよ。はいよ。いや、YouTube 見てないやん。あやのロー妹で、あやってるわ、うん。いや、俺は YouTube 見たよって言ったから、うん、見てんの？毎回毎日見てんの？って言ったら、ハイアンドロー。何やって。君のさ、彼女のことバカにしたけどさ、君が彼女のろけんの見て、俺がお母さんと話してるのすごい嫌なんだよ。なんかモテないお母さんとしか LINE してないやつみたいな。イケメン。うわさあ、おわイケメン、いけそうじゃない？だって言われてるから。あ、イケメンね、イケメン、イケメン、イケメン怖っ。言ってるかも、言われてるかもしれないから。いや、イケメン怖なかったから。13件うわぁ、ほんまに嫌だうわぁ、これはね、おもろいですわ。おもろいの出た？いや、おもろいよあった、おもろいのあった。いや、まあ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 、後輩です、後輩。うん、まあここからかな、うんうん、ねえ、青春でプリ撮れたんだけど、ありえ漏れた、やばい、見ました、全部漏れてるし、これはイケメンすぎる、イエーイ、めっちゃ嬉しい、着物着てるの、本当にあれは良い、今着てます。なんだそれ、おもんないのなんでや、なんでおもろいやろ。いやーなーここで上あとお母さん
なんだよ。おかんや、おかん。晴れちょっとだけ、こっちは雨降ってる。あ、晴れね晴れちょっとだけ、こっちは雨降ってる。土砂降りじゃなくてよかった。イケメンでよろしくね。イケメンでよろしくね。イケメンで、行けよってことよ。なるほどね。会社のことだな、私会社行く前になって、ね、遅刻しないように頑張る。ママやだー、ママって言ってないやら。おかんと LINE してんな。俺ね、親とめちゃくちゃ電話もするし、うん、超 LINE すんのよいやでも俺友達がいないからここで災いになってるな友達がいない。じゃあ次はね、うん、もう人生の危機というか、うん、死にそう。あー言ってそうだな、まじで。死にそうかって言いそう。あでも俺君と一件あるよ。21件だいぶ死んでんね。でも自発的死にそうが多いわ。じゃあ君めっちゃ死にそうだねこれ。あーすごい。あいい死にそうですよ。あいい死にそうね。いい死にそうだね。うん、さだめくん、ジンダハウスでカリグラ電話キャンセル。今電話むずい。よっしゃやったね。でも情緒が電話ツイッター動画載せて大丈夫だと思う。これ多分電話しっかりもういろいろ話したけど、よっしゃーって言った時、あ、なんでもない。てか動画撮っていいかも、ありがとうございますの。やるかやらないかも慎重に検討しよう。うん、ちょっと脳汁が出すぎて死にそうになってるわかる。やめらんねえな。ねえ、いいね。これはもうジンタン、だからこの時は死にそうだよ。ほんとジンくんがね、うん、もうやってくれて、もう脳みそからね溢れてたね、あの時は。死にそうになってる。いやーって言ってたしね、うん、で君の死にそうは何なん。これがおもろいわこれおもろいこれおもろいこれちょっと長いかもしんないな。これ状況がちょっとむずい。これでもおもろいね、うん、ここからだね。3人のグループですね、うん、スナージーとリクと僕のね、うんうん、俺らペルソナル。なぜ昨日の夜大生ダコン企画思いついた。これ朝の6時ですねほーで、サダメ君と会議してタコ買ってくる流れになった。タコが安かった、6000円で肉食う気のインパクトと取れ高があると考えた。うん、本当は日曜日に千葉の朝市を考えたけど今日取るでいいんだよね。そう、俺の香りにタコくっつけたい。ほう、僕タコそんなに食えるので、 お二人に頑張って食べていただきたい。食えなくても大丈夫。はいはい、今日お二人はもう一緒にいる。いるってか、タコの世話する。死にそう。そうでかい。なるほど。今からまた何時に来れそう。2時58分。タコさん、お亡くなりになります。俺大変だったんだよね。生きてるタコをかじろうっていう企画で。俺がそれ、前日の4時くらいに思いついたんだよ。なんだっけ、すごい会議だから、水たまりさんの時だったから、もう手探り探り探りやってて、これで大丈夫かなとか、こういう企画やろうかなとか、編集こんな感じにしようかなみたいなのをさ、夜中毎日ずっと喋ってたじゃん。だからもうほぼ会話、あの通話電話、その何、会議電話つなげながらも作業してるみたいな感じの時に、俺がなんかの深夜テンションの流れで言ったんだよね。それ俺もその一応選抜セレクトの担当だったから、うん、どれがいいんだろう、インパクトいいのはとか、そもそもなんか肉5キロ買おうって話をしてたんだよ。あー、でかい肉とかやろうって。そう、でかい肉を5キロ買おうと思ったら、うん、だけど肉よりタコだろうって朝の4時に思って、うん、サメ君に連絡して起きてる、起きてるんだよね、うん、起きてて明日の朝というか、もうあと1時間後、うん、今から家出てタコ買いに行けるっつって、うん、で1時間ぐらいかけてタコ買いに行こうっつって、タコを市場で買いに行こうっつって、うん、買っていたんだよね、でっかいのが。いたいたいた。でちゃんとこの魚市場の人にさ、うん、生きてますかって当たり前だろ。当たり前だな。そのタコ買ったじゃん。え、あれどうやって持ち帰ったの。2人で持って帰った。電車で。2人でタコ持ってたんだっけ。いやなんか俺はこう俺買っていて、で撮影機材もやっぱりこっちで持ってた時だったからリュックにもう持って、もうだからもう釣り行く人みたいな、仕入れ行く人みたいな感じで行って、うん、もう生きてるタコこうやって詰めてもらって、でこんなねめっちゃ動くんだよね。でかい。でこれ持っても電車乗ったの。電車乗ったよ。洗面台にめっちゃ水溜めて、ガシャーブラーンってやったらタコブラーンってなんか、でなんか途中で弱くなるんだよね。そうだよ。でだから炭吐いてて、そうそうそう、死にそう死にそうって言って、でダメだ行く行き行きろって俺たち分かんないからもう死にしてたんで。生きてたい、お前はスナジーが来るまで。スナジーもいきなり言われたもんだから、今から1時間で行くけど間に合うかどうか分かんないみたいな。でタコ頑張れってもうかわいそうってやつ、みんな塩水やったりとかやったら、もうもうずっとタコがなくなっちゃう。まだ張り付く、まだ張り付けたから吸盤張り付け。いやでも調べたらタコ死んでも吸盤張り付けいやもう死んでた、全然なくなったんね。でもそれを巨大タコ焼きにした、いい思い出。そうだね、食ったね。それがその結果巨大タコ焼きになって、確かにまた別日にまたタコ買いって。いやでもね、おもろいな、タコ死にそうで、俺たちだって死にそうで
が死にそうだったんだよ。俺らじゃなかった、死にそうだったの。ということでね、こうやってめちゃくちゃ盛り上がります。みんなで、ね、真似してみてください。ぜひぜひ。少年カリグラでいっぱいメッセージ出てくれるようになるまで、おい頑張ります。今日の動画見たみたいなね。あー、楽しみだと思ったね。はい、はい、はい、はい。少年カリグラ、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 少年カリグラ。